ジョン・デイ・リンジャー、ジョン・ハーバート・ディ・リンジャー・ジュニア、ジョン・ヘルベルト・ディ・リンジャー・ジュニア、1903年6月22日、1934年7月22日は、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身のギャング、銀行強盗。1930年代前半アメリカ中西部で銀行強盗を繰り返し、FBI から社会の敵ナンバーワン。 パブリックエネミーナンバー1に指名された。日本語ではデリンジャーとも、紳士的な立ち居振る舞いと鮮やかな金衡強盗の手口で大衆及びマスコミの注目の的となり、禁酒法や世界恐慌の影響下にあったアメリカ社会でボーニーとクライドと共に異族として大衆にもてはやされた。1903年6月22日、インディアナ州インディアナポリスのブライトウッド。 ブライトウッドで生まれた。食料雑貨店を営んでいた父は、アルザスに起源を持つドイツ系移民の二世で、子供に対しては非常に厳格なしつけを行った。三歳の時に母親が亡くなると、十四歳年上の姉オードリーが、母親が兄として幼いディリンジャーの面倒を見た。母の死から六年後に父は再婚したが、ディリンジャーは、ママ母と反りが合わず、反抗するようになった。 10代の頃から、そこを不良が目立つようになり、暴力事件や些細な窃盗を繰り返すようになる。16歳で学校を中退すると、インディアナポリスで、機械工場の職に就く。仕事には真面目に取り組む一方で、一晩中遊び歩くことも珍しくなかった。このことに困惑した彼の父は、都会の空気が息子を堕落させていると考え、住んでいた家を売却し、インディアナ州ムーアスビル、 近くの農場に引っ越した。しかし、ディリンジャーは中での生活に馴染めず、生活態度が改まることはなかった。1922年には自動車窃盗で捕まり、父から感動された。その後、アメリカ海軍に入隊するも、数ヶ月後には職務放棄で不名誉除隊となった。故郷のインディアナに戻ったディリンジャーは、地元の16歳の娘ベリル・ホービス。 ベレレサル・ホービアスと結婚。平穏な暮らしを望むも思うように職が見つからず、再び犯罪に手を染めるようになる。結局、5年後に二人は離婚した。1924年9月6日、友人のチンピラ、エド・シングルトン、エドガール・シングルトンに強盗の話を持ちかけられ、食料雑貨店を襲うが失敗。二人とも逮捕される。この事件の裁判で、 シングルトンは弁護士を雇って2年の懲役刑で済んだが、ディリンジャーは全面的に罪を認めた。罪を認めたのには、父の助言があったからだと言われている。この時ディリンジャーに前科はなかったが、2件の容疑で有罪判決が下り、それぞれ2年から14年と10年から20年の懲役刑を言い渡さた。インディアナ州クラウンポイントの刑務所に入所後、ディリンジャーは、 刑務所内の選択場で働きながら、所内の野球チームに参加し、大リーグ選手並みの腕前を見せるなど、気ままに刑務所暮らしを楽しんだ。彼は8年半後に仮釈放された。刑務所暮らしの間に、彼と同じインディアナ州、マンシー出身のハリー・ピア・ポントと、インディアナ州、テレホート出身のラッセル・クラーク、ラッセル・ボービー・クラークから、 銀行強盗のノウハウを学んだディリンジャーは出所後、彼らと共に強盗家業を始めることを決意した。1933年5月22日に仮釈放されたディリンジャーは、受刑中のピアポント、クラークと、他数人を刑務所内の選択場から脱獄させることに成功。脱獄に成功したピアポントとクラーク、そしてチャールズ・マクレー、エドワード・シャウス、 ハリー・コー・プランド、オクラホマ・ジャック・クラーク、ウォルター・ディ・トリヒ、ラと共に、強盗団を結成。このメンバーが後に、ファースト・デリンジャー・ギャング、ファースト・ディリンジャー・ギャングと呼ばれることとなる。しばらくして、ホーマー・メーター、ベビー・フェイス・ネルソンこと、レスター・ギリス、ベビー・フェイス・ネルソンらが加わり、彼らは、セカンド・ディリンジャー・ギャング、セッキンド・ディリンジャー・ギャングと呼ばれた。 その後彼らは12件の銀行強盗を働き、現在の金額に換算して、およそ500万ドルの金を強奪した。また、銀行を襲っても銀行にいた客からは一銭も奪わず、このことが彼らを貴族的なイメージに結びつかせ、大衆からもてはやされるきっかけになった。しかし、仮釈放からわずか4ヶ月後、ディリンジャーらの強盗団は逮捕され再び刑務所に収監される。 収監先は、オハイオ州ライマにある刑務所だった。彼らは収監されて、すぐ、監視を殺害して脱獄し、逃亡。アリゾナ州通村にあるホテル、コングレスに身を隠したが、1933年12月に、逮捕される。逮捕後、ディリンジャーだけは、他のメンバーから切り離され、インディアナ州クラウンポイントのレイク軍刑務所に、投獄された。しかし、ピアポントラ他のメンバーは、 収監先の刑務所から、再び脱獄、レーク軍刑務所に収監されていたディリンジャーを、奪還する。再会したディリンジャーと、ピアポンドラは、以前にも増して次々と、銀行強盗を行ったが、オハイオ州イーストシカゴのファーストナヨナル銀行を、襲った時に、ディリンジャーは、初めての殺人を犯してしまう。銀行に駆けつけた警察との銃撃戦の際、 警官一名を射殺してしまったのである。この事件が警察を奮起させ、事件から間もない1934年1月27日に、ディリンジャーは通村で逮捕される。1934年3月3日、裁判が終わり再び刑務所に収監されていた、ディリンジャーは、木片を靴摘みで黒く染めた、模造銃で監修を脅し、厳重警戒の刑務所からの脱獄に成功する。 この時の脱走を新聞はディリ,リンジャー、靴摘みで黒く染めた銃を使って脱獄に成功、と報じている。またこの逃走の際、女性保安官、リリアン・ホリー、リリアン・ホリーの所有する V-8 報道を奪って逃亡。むざむざ犯人を逃した保安官を当時ディリ,リンジャーよりだったマスコミは、嘲笑的に報じた。脱獄に関する調査は、 イリノイ州州知事の命令で、シカゴの私立探偵、ハーグレーブシークレットサービス、ハーグレーブシークレットサービスによって行われ、ディリンジャーの脱獄に関する詳細情報も、情報提供者から得ていたが、イリノイ州州知事とイリノイ州司法長官は、ディリンジャーが脱獄の際に用いた銃に関する情報については最後まで公式発表をしなかった。脱獄後、ディリンジャーはインディアナからイリノイへ、 盗難車両を使い逃亡。この州をまたいでの逃亡が連邦法に触れる行為であったので、このことが DOI、後の FBI の注意を引く結果になった。脱獄したディリンジャーは新たにベビーフェイス・ネルソンを一味に加えて、再び銀行強盗を始めた。しかし、創設したばかりの FBI もディリンジャー特捜班を設け、その逮捕に躍起になっていた。 1934年4月22日、通報により FBI は、ウィスコンシン州北部のリトル・ボヘミア・ロッジ、リトル・ボヘミア・ロッジにいる、ディリンジャー一味を包囲した。そして、ロッジから出てくる三人の男に銃撃したが、彼らは、ディリンジャー一味ではなく民間人であった。この銃撃により、民間人一名が死亡。FBI は、創設間もなく大失態を犯してしまい国民からの、 1934年6月22日、FBI 長官 J. ェ d g a ー h ー o ーは、ディリンジャーを、社会の敵ナンバーワン、パブリックエネミーナンバー1に指名。翌日アメリカが衆国司法省は、ディリンジャー逮捕のため、彼に関する情報提供者には5000ドル、捉えた者には2万ドルの賞金を出すと発表した。 1934年7月22日、ディリンジャーは、ガールフレンドのポリー・ハミルトン、ポリー・ハミルトンと、アナ・カンパナス、別名、アンナ・セージ、アンナ・セージと共に、シカゴ近郊のリンカーン・パークにある映画館バイオグラフシアターで上映中のギャング映画、男の世界、現代を見に出かけた。この時、いつもは地味なアンナが派手な、 赤いドレスを着て出かけたため仲間にからかわれていたとの証言が残っている。ルーマニアからアメリカに移住し、当時売春宿を経営していたアンナは、売春宿の摘発によるルーマニアへの強制送還を恐れ、顔なじみのディリンジャーの情報を FBI 捜査官に売っていた。FBI 捜査官は映画館の外で待ち伏せする際、ディリンジャーを見失わないようにするため、 あらかじめあんなに赤いドレスを着るように指示していた。映画が終わり外へ出てきたディリンジャーは待ち伏せしていた FBI 捜査官らに囲まれた。そして捜査官らの一斉射撃を受けその場に倒れた。一説によると銃を抜く動作をせず撃たないでくれ。G メン。と叫んだディリンジャーの背後から発砲したとの目撃証言もある。 5発発砲された弾丸のうち3発が彼に命中。そのうちの2発は彼の胸に当たり、1発が彼の心臓を損傷。これが致命傷となった。またもう1発の弾丸は彼の首から入り、右目の下を貫通していた。ディリンジャーはアレクシアンブラザース病院、アレクシアンブラザーズメディカルセンターに担ぎ込まれたが、午後10時50分に死亡した。その後、 ディリンジャーに関する捜査の陣頭指揮を取った FBI 局員メルビン・パービスはディリンジャーは死の間際に一言も発せずに死亡したとのコメントを発表した。ディリンジャーに発砲した捜査官チャールズ B ・ウィンステッド、クラレンス・オーフルとハーマン・ E ・ホリスは後に FBI 長官 J ・エドガー・フーバーから賞賛の言葉を送られた。しかし彼らのうち誰がディリンジャーに 致命傷を負わせたのかについては全員がノーコメントだった。遺体はインディアナポリスにあるクラウンヒル墓地に葬られた。遺族的なディリンジャーの人生はしばしば映画や音楽など大衆文化の主題として取り上げられている。小説 G マン、G マンスティーブン・ハンターによる小説スワガーサーがシリーズの一作ギャング団リーダーとして登場。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。